はい、お願いします。と、自分は村人陣営でした。でも、毎度のこと一番最初は、一番最初なんで、そんなに言うことがないんですが、まあ自分は、そうだな。まあ、騎士とか占い師のことは、その、占い師が一人やったら、まあ、騎士も出てきたりして、まあでも、騎士の動き方は占い師に指示してもらえればいいかなと思います。で、そうね。まあ、自分的にどこにラインがあるかとかを、と見ていけたらいいと思います。中に7番さん、お願いします。7番のプレイヤーが発言します。はい、2番目で、はい、自分7番、村人陣営でした。よろしくお願いします。まあそうですね、6番さんの言うように基本的に騎士の動きは占いさんに決めていただければいいかなって僕も思うので、まあとりあえず、まあ強いて言うなら占い、まあいやちょっとすみません、なんかちょっとテンパっちゃってすみません。とりあえず、6番さんに一応触れておくとすると、まあテンプレのことを普通に言っただけなので、まあ、プラスもマイナスもないかなって感じですね、とりあえず。まあ、とりあえず、まあ、まだ2人目なんで、僕がちゃんと考察するようなこともあんまりないんですけど、まあ、2週目から皆さんの意見聞いて、ちゃんと自分の考えを述べていきたいと思います。ごめんなさい。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。焼きのり賛成と申しますね。はい。現状、6、7番ともに弱気だなと思ってますね。はい。気合が足りないなと思ってますね。はい。もうちょっと村が活性化するよう、自分がどういうところが黒だのか、そういう理由をね、どういう理由をつけてそこが黒いと見るのか、そういう持論っていうのを述べてほしいと思いましたね。はい。私は基本的には発言精査をメインにしていきますね。はい。黒い発言をしたから、黒い発言をして、失礼発言をしても、黒い発言というのは私は消えないと思ってますね。なので、村人っていうのは、確実に白い発言をしないといけないです。はい。7番が騎士について、占いが触れればいいんじゃないかとも言ってたけれども、騎士がかわいそうだよ、そんな。騎士は自分の動きたいように動けばいいと思ってますね。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師です。占い師ランダム白6番さんに刺さってます。村の皆さん把握お願いします。霊能者6番さんの位置へ出てきてください。1周目では出てこないでください。偽占い師がね、そこに白を打って村視点のことを考えて言ってますよね。偽占い師がそこ白を打った盤面だったら村視点っていうのは結局2日目、そこ、無駄占いやってるよねっていう部分でも、一周目に出てくるのは弱い進行論だと思ってるから、6番さんの位置へ出てきてください。ね、潜伏は絶対しないでください。騎士の動き、騎士さんに関しては、まあ、8番さんも言ってたけど、それに関しては、私の占い位置、私、2周目ではね、ここ黒いんじゃないかって、ある程度、発言出すんで、そういった発言の、ところになってないんだったら、潜伏しても別にいいのかなって、まあ、任せます。7番さん、ちょっとあたふたしてるかなっていう印象。8番さんに関しては、まあ、悪い視野ではないかなって。持論も、開示してたしね。だから8番さんの印象はいいかな。ただ色落ちはないっていう。6白です。1番のプレイヤーが発言します。はい。まず1人しか出てないですけど、9番さん2戦目ですね。村視点の話でって言ってたけど、霊能は出てほしいんじゃない？その分。精査無駄になるから、新浦のやったら。普通に出るべきでしょ、1周目で。2周目出るのは、まあ、少なくとも占い師目線弱いと思うけどね。その人がどうなのかって考えなきゃいけないからね。自分の結果だけ、自分の能力だけ信じればいいのに、対抗のことを考慮してるのは、偽っぽいよね、と思いました。グレー8番さん、まあいいですね、強気で。はい。まあ、まあそうね、白い発言を。ないといけない。まあいいですね。強気なのがいいなと思いましたね。シンプルに。7番さんなんかね、しよう迷ってたのかな、わかんないけど、何か迷いが見えたかなって感じでしたね。7番さんに関しては。すごい印象悪いですね。ところかな。6番さんはまた2周目かな。以上。
2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師ようです。8番さんにランダム白です。はい、まあこの9人村はどうせ占い2人だと思うんで、まあ、3人出てくるのは珍しいと思ってるんで、まあ、2人だと思うんで、まあ、今日は別に俺発言新芽取りに行ってません。あの新芽取らなくても釣られないんで、なのでみんな僕のことをバンバン叩いてもらっても構わないですが、まあ、これだけは知っておいてください。時間の無駄です。なので私はグレーの精査をね今日ねして明日発言していきたいと思います。まあ話したいことは話したんで、まあこれでいいかな。まあ9番さんがね次進行論とか話してください。ちょっと僕そういうのは9番さんに任せますわ。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、とりあえず盤面の情報をまとめると、9番が6番白、2番が8番白でいいでしょうかね。そうだね、どっから増えていくか。最高で2番さんが言った話なんだけど、今日、まあ、信じ取る気がないって言ったけど、基本的に個人系とか任意陣形とかになった場合に明日決め打ちが入るから、それまでにあなたが発言稼いでおかないと決め打ちつらい可能性が高まるから、必死に発言した方がいいよっていうふうには思ってた。で、まあ、気になったのは1番かな。まあこれめっちゃ安直な精査けど、まあ、シンプルに9叩きが、あ、そんな叩くんだって思って、強靭っぽいなって思った。まあでもこれめっちゃ安直だから、この精査は、まあ、信用度の低い水、信憑性の低い水っていうふうに認識してもらっていいかな。また僕が強靭引いたときに1番の席にいたら9番に叩くっていう行動はしかねないっていうふうに推理してます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。僕、霊能者でした。皆さん、霊能把握お願いします。そうですね、まあ、僕、最後が2番目なんですけど、5番さんが霊能太鼓出てくれば、僕は5番さんを黒く見ます。狂信者か、または人狼と見ます。そうですね、2番さん、8番白把握、9番さん、6番把握、6番白把握しました。まあ、まだ、1周目なんで、まだ、そうですね、僕、あんまり人叩くの苦手なんで、あんまり叩かないんですけど、そうだな、印象については、まあ、まあ、9番さん特に、まあ、発言的に白く見えたかなって思いました。はい、結構、進行論、結構述べていたんで、はい、じゃあ、5番さん回します。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。僕が真の占い師です。ランダム白は2番さんが白です。ランダム白2番さんです。把握お願いします。2番さんに白が刺さっていることから、僕目線は9が狼、2が狂人になってますね。そうなった場合、9の相方位置っていうのが1ではないかなと思いましたね。1番さんが露骨に9番さんに対して芯がないかな、偽かな、霊能が1周目出るのが普通じゃないっていうのが91ローローには見えなかったかな。逆に3番さんが1を強目線で見えたのが分かんないし、2は頑張ってって言ったのが謎かったなと思ってますね。8番さんについては、気合があるなと思うぐらいしかないし、7番さんについてはごめんなさい、考察するようなことがない、めちゃめちゃ弱気だなと思ってますね。現状91はないと思ってます。僕目線は9狼に狂人が確定してます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い師が3人と5、5と2と9ということで、まあ本物の占い師と人狼と狂人なのかなっていうか、まあそうなんだろうと思っています。で、まあ、そうやな。4番が霊能者。で、まあ、ね、まあ、2番さんの発言がちょっと気になったかな。なんか9番に、なんていうんですか、その、任せるみたいな、っていう感じが、ちょっと気になった。あとは、まあ、大体、5番さんと同じですかね。でまあ、7番も、
まあでもちょっと弱気、まあ俺も弱気って言われたんですけど、7番が弱気だったの。これ黒つらんと負けだね。たくそ。7番のプレイヤーが発言します。2号なんじゃん。いやでもそんなことする？考えてんかな、ちゃんと。占い師が9番さんと、5つりたいけどな。5番さんで出たのかな。5つりる要素なくね。ってなる、ってなると、2番さん白出し出てるので、とりあえず2番さん抜きで、まあ今日占い師を釣るのだったら、いい白出し。まあ、まだ何とも言えないですけど、いや、やっぱ占い釣らない方がいいかな。グレーの僕と1番さんと3番さんって考えた方が、村的にはとりあえずはいいのかなって僕は思いますね。っていうのも2番さんがおそらく強靭で出てるので9号に絞られてくると思うんで、9号に絞られてくると、まあ結局2人出とる盤面とそんなに変わってこないのかなって思うので、まあとりあえず9号を抜きにして4番さんが死んで確定で86白って出てると考えると、この3人今釣るのがいいかなって思います。で僕の中で1番さんちょっと9番さん露骨にいた時に言ってたのがやっぱり気になってて、9番さんが偽か真かがやっぱり1番さん見えてるのかなって部分がちょっとありましたね。あとまあ3番さんはまだないですけど、そんなに言うことはないですけど、2番さん頑張ってっていうのはちょっと2番さんが今日だからちょっと応援しとるのかなっていうのもありますけど、まあどちらかというと1番さんですね。僕今日1番さんに行こうと思います。8番のプレイヤーが発言します。いやー7番最後の発言1番行くとか言ってるけど、これ3周盤面だからね、今日は占いからいきますね。はい、今日は1番新芽がない2番に行きたいと思います。今日は、9番さん釣りが情報を釣りだから安定なんじゃないかっていう話なんですけれども、そうやって9番2番どっち釣ったって同じでしょ。5番の破綻だってわかるんだから、今日は2番釣りたいと思ってますね。はい、2番は、占い師でありながら、対抗の9番に関して頑張るよ、など、いろいろね、9番に関しての黒要素を上げていないと、上げられなかったんじゃないですかね、2番さんに関しては。だから2番さんが一番新芽がないですね。はい。2番釣るしかないでしょ、これ。多分ね、2番黒落ちんじゃないかな、これ。ワンチャン52ローローっていう可能性が俺、高いと思うんだけど。どっかに強心いると思ってるよ、俺。基本的にね、俺目線は3番さん結構ね、1の強っていうのも俺はね結構あると思ってるけど、さっきの7番の発言でね、1、7どっちが強靭かっていうの分かんなくなっちゃった。俺もね1の9叩きは不当だと思ったよ。9番がもしね死んであれば、1からこの中に太鼓が出てきてるか出てくるから、でそこで、霊能が出てくればそこに白をかぶせられてしまうと新芽を HP が高くなってしまうと、それを軽減した発言であればそこを叩くのはおかしいと思っていますね。はい、まあ1、7どっちか分かんないけどね、今日は2ですね。はい、2行かないのって絶対に人外だと思ってますね。はい、俺は投票結果絶対見るぞ。俺は絶対に行く。2行かないっていうのが人狼ですね。はい、今日は2行きます。2は村だ。2行く人は村。はい、9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。ちょっと1に関してはお話にならないなってレベル。終わってから説明してほしいんだったら終わってから説明するよ。時間がないからこれに関しては発表ね。まあ、俺釣りでも全然情報釣りで、俺釣りで5の破綻、って形でも全然構わないっちゃ構わないけど、その後の精査つけられるのって村に問いかけるね。村が本当にしっかりね、俺釣って5の破綻でっていう形で、まあ、二の新宿っていうのはもうほぼ切れてると思うから村して。じゃあその後の精査できるのってなって、できないんだったら正直、俺は残してほしいかな。情報釣りでどうしてもって言って、その後のグレー精査しっかりつけられるって自信が明確にあるんだったら全然俺釣り飲むよ。で、5破綻するからね、その時点で。それだったら騎手、そうだね。俺視点っていうのはやっぱし2が、新目取る気ない強靭かなっていう視点が見受けられるから、新郎老8番さんは追ってたけど、俺はやっぱ新郎強って形でね、老強って形で追ってるから、2番強靭5老かなっていう形で思ってるかな、現状はね。そうだなとなると5の相方1ってなるんだけど、1っていうのは、
俺を叩いてた。で、5が、1級はないんじゃないかなっていう発言を残してることから、5の相方位置としてはあんまりふさわしくないのかなって思ってる。7に関してはちょっと言ってることが、むらしりがないけど、あんまり、9人ベロは経験がないのかなっていう印象かな。その発言を聞いてる限りだと。うん。だからそこの部分は、5とはつながるっちゃつながるけど、むらりがなさすぎるっていう点で考えたら、まだわかんない。まあ6はない。1番のプレイヤーが発言します。結局9番さんって何も分かってないのに、俺釣りでもいいよとか言っちゃってんの。分かってから、それの、村に残せるもの残してから釣られるって言えばいいんじゃないの。まあ占い師目線じゃないと思いますけどね、2周見ててほしいっていうのは。だって、基本的に21陣形多いでしょ。の段階で、霊能者の、4番さんが霊能、使用しない時間って4番さんの精査もしなきゃいけないじゃん。明日基本決め打ちなのに、霊能2周目でいいっていうのはおかしいでしょ。まあ考え方の違いかなと思うんですけど。まあ少なくとも占い師の新目線じゃないなと思いますね。で、まあ2が生存意欲ないのは確かなんだけど、8が2を黒で確信してるの？なんかよくわかんないんだけど。三仕様だったら少なくとも、ローメはなくなるんじゃないの。で、情報釣りなら2でも9でもいいって言ったけど、2で白を出たらどう進めていくわけ、何のあれも得られないけど。よくわかんないなと思いましたね。情報釣りなら9一択だと思いますけど。そこを同列にする8番が意味不明だなと思いましたね。5は新郎1。2は何なんだろうね。わかんないね。まあ2周目、グレーの精査をめちゃくちゃ残せるらしいんでね。そこ期待ですけど。まあ、情報釣りなら9だけど、基本的に3仕様だったら新切り進行したいかな。まあ、9は結局、村に責任転嫁して自分は何も残さないんかいってところで、信者と頼りないなと思ってますね。まあ、話聞いて新切り。2番のプレイヤーが発言します。まあ、簡潔に、まあ、40秒ぐらい喋って座りますね。まず8番さんがちょっと場面が見えすぎてて、ちょっと僕を黒って言ってるのもおかしいし、僕視点では8、9が狼だと思ってます。まあ別にみんなに8、白じゃなかったの？ではなくて、僕はちょっと最後の最後に8、9で合ってたかどうか知りたいです。5番さんが真の占い師だと思います。今僕がここムラツラとかキチツラとか占いしようとか、もう何言ったところで釣られるときは釣られるので、もうそのときはおとなしく釣られます。あとなんだっけな。5番三振の占い師だから、てかもう8級で俺見てるから、もう 俺はそれだけかな。9に入れます。3番のプレイヤーが発言します。スライドってこと？ごめん、2番さん、あなたは一体何者なんですか？2番、あなた、8番の人間を知っている占い師ではないということですかね。8、9、ロロを追っているとかは。村す占い師、騎士だったらマジ役開示した方がいいっすよ。って思った。ごめん、これ失言だわ。2クリジで入る。2が騎士だったら騎士をした方がいい、確実に。100% それが村りになるから。その場合は廃職権に入った方がいいっていうのに分かってるから、2が騎士なら今すぐ出て、10秒以内に出ない限り、10年いけなくてあなたが騎士だった場合、私はあなたのことをすごく嫌いになってしまう可能性がある。まあ、じゃあ、言いましょうか。じゃあ、1周目の考察に対しての、てか1周目の話はまあ、不毛かなって思いましたけど、1の主張は筋は通ってますよ。9の主張もまあ、意見としてはわかるって感じ。ってか感じです。そこに対して争う必要はないと思っていて、僕は主張した件だ、まあ、1の意見は筋は通っているけど、教授の立場でそれをやる可能性があるっていう可能性の話をしました。信憑性がない推理だけどっていう前置きをしてね。で、もういっぱいいろいろ大きすぎて、なんだろう、気になってん、7と8に気になってんがあって、8に対して2釣りしないといけない、2が黒落ちるんじゃないか、で2は太鼓の黒要素を上げてないとか、新芽ないって言いましたが、1周目の時点で太鼓の黒要素を上げるほどの発言が太鼓にあったのかって言われると、ないと思うのですが、不当かなって思いました。で、今日クレーズの進行は、村のコンセンサスを取れないので、それを提案して、7があまり共感できない意見を主張する人間だなって思いました。この後に移ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、僕の聞き間違いがない限り、なかったらなんですけど、2番さん最後5番さんが真の占いって
ったような気がしたんですけど、で2番さん8球がローローって言ってたんですけど、ということは2番さん強振と見ていいんですかね。まあ僕キシーさんを誤って釣りたくないんで、そうですね、今日はグレラインないかな。うん、グレラインは釣りたくないな。多分2番さん、僕も今日は2番さん釣りでいいと思います。いい形状なんじゃない、はい、2番さん釣ってもし死んだったら、まあ僕霊能なんで、岸さん僕を守ってもらって2番さんが黒なのか白なのか見ますんで、まあ、多分2番さんの発言からしたら多分僕2番さん白じゃないかな、多分強心者じゃないかなって思います。まあ、自分から発言してたんで、もそれで嘘だったらおかしいんですけど、じゃあ僕2番釣ります。5番のプレイヤーが発言します。まず狩り出てくれません。ここで狩りが潜伏する メリットが全くないと思うんですけど、狩りは出ませんか。いやそうそう、3番さんは結局つけて、絶対嘘やろ。対抗いませんか、2番さんの対抗。ねえ、1番さんもだって透けてる。あ、8番さん違うの。もう8番さんだと思ってたんですけど。あ、そう。2番さんはもうリア強かなって思うぐらいの感じだったと思いましたけどね。これ対抗出ないんですか。もう2確定でいいですか。僕目線も2番さんってあからさまに強靭ムーブだなと思ってたんですよね。だから絶対的に9番さんが狼なんですけど。なるほどね。太鼓出ない。出ないんですね。じゃあこのまま進めますよ。おー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 おに釣りでいいんじゃん。に釣りっていうか僕目線、僕目線もうこれ結局2番さんって強靭ムーブだし、僕の後ろ刺さってるんで、に釣りでいいんじゃないですかって思って。ちゃうんですけど、6番さんについては7弱気しかちょっと残ってないな。クロス越えもしなくていいな、スキップ7がめちゃめちゃ怪しいと思ってますね。今日グレーズリーで行くんだったら僕は71本ですよ。白刺さってるけど僕は2が2000強だと思ってるので2でいきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。に行く必要なくね、明日でよくね。私が悪人ですって、もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。いやー、6番さん、ちょっと、もうちょっと考えてほしかったな。僕が狂人でも、村人でも、僕が騎士って出て、僕が次の日噛まれるんだから、6番さん、そこを守ればグッチョブ。あー、まあ、いやー、とんでもないやつ。まあ、もういいけどね。やばー、自己中プレイヤー来ちゃー。自己中プレイヤー来ちゃう。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。9が7黒キシスラ、6守り、ちょっと待って、カオスすぎる、ちょっと待って。待って、2が白で、7がパンダってことね。昨日2番、もう何なんだろうね。まあ、2番はいらないっちゃいらないけどさ、だって、6番の昨日時点で新決め打つんだったらさ、号泣視点のさ、グレー狭めた方がよくね。で、明日にっつった方がよくね。だって占い得る時間って少ないんだよ。何に入れてる人何したいんだと思うけど、まあ2が、まあ、わけわかんねえから、まあ用語はできねえな。
まあ、もし212番目だったら占いから手つけるべきだったけど、まあ、少なくとも2の芯は切れたからだったら 6にもロラ仮ロラは回らないんだからグレイ行くべきじゃないって思ったんだけど、パンダか7、ちょっと待ってね、9が7黒だから7級のランかで合ってるよ、7級のランで合ってるね、結局そうね、7級のランで合ってる、で6も隠しろか、あ、じゃあ、OKOKOK。7級のランで。まあ、9とはちょっと宗教が違うのかなって感じだけど、まあ、結局グレーの話してなかったからね、もうグレーの話、まあ、7の黒要素上げてほしいかな。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ、一番最初に、一つだけ、何て言うんだろう、昨日荷物詰めた理由を言っとくと、昨日灰の議論が煮詰まっていない中で、灰を、灰に投票して、そこで灰に票が集まらなかった、まあ、分散したり、いろんなところにあちこち、票がばらけたときがめんどくさいっていうふうに考えたから、まあ、シンプルに2でいいかなっていうふうに考えました。あと、212番目で占い釣りっていうのを、僕、基本的には反対派なので、明確な要素提示をした上で、例えば、占い信号検定で仮定できる場合とかじゃないとね、その発言が議論の中で なされていないから、その進行提示できないっていうような考え方だ。2が標準の場合で、占い信号っていう見方ができるけど、僕はちょっと2が村の場合もあるなっていうふうに思っていて、というのは7が標準のパターンがありえるなっていうふうに思っていて、昨日の占い3、4、1週目の状況では、占い7、4が3、4の状況下で7番が栗を詰めている発言、でそれって7番が狂人の場合、振動量に見えていて、グリを積みたいという発言をしたっていうふうにも捉えられていて、んだからパンダが今どう処理するのかっていうのが非常に迷っているっていうところかな。勝手に関してもすごい引っかかるところだから、7月2が減ってる8、9、ローローは少しあるんじゃないかなっていうふうに思っている。8、9、ローロー、7、狂人とかね。でこの2を村に、2を村で決めるっていう、その仕事自体が僕結構危険そうなのかもしれないけども、どうなんだろうね。7の発言が、7がもし例えば怪しかったとして、カオスすぎる。9が9の新芽が上がることはないから、7がめちゃくちゃ怪しい発言をしたならば、何の確定人外として今日1本つって、7より1、7よりないのか、7よりない状態。4番のプレイヤーが発言します。3番さん、まあ、7番に強振じゃないかって言ってたんですけど、僕は2番が強振だと思うんですけどね。まあ、というのも、2番さん死ぬ前に、自分も騎士しようって、まあ、最初名乗ったんですけど、まあ、村人が騎士しようって名乗るメリットがないような気がするんですけど、まあ、人狼の標的にはなるんですけど。5、7か。3級、うん、そこまでしてやるかなと思うんですけど、まあ、僕6番さん、まあ、騎士だと思うんですけど、なんでかって言ったら、まあ、僕が生き残ってるからですよね。うん、まあ、2番強振だと思いますね。なんでこれはな、どうなんだろう、難しいですね。と9が7黒、まあ、9が真だったら、まあ、7黒、5黒、2が強振ですよね。6-9? どうなんだ、6が地神したってこと？ちょっと難しいですね。あ、8は6守りって言ってんだよ。5番が7白。5番が7番をか、かばっている可能性もありますよね。これもどっち信じるか分かんないな。今日は、5釣りか7かな、7釣りで、まあ、7が強靭だったらプレイヤーが発言します。八角盤面ですね、八角盤面です。今日は9を釣ってください。8番さん決め打ちの8番さんが4番さんを守る、そしたら4番さんの色が分かる、簡単ですね。分かります？8番さん、もう2番さんの騎士なんて全く追ってないですからね。8番さんが騎士確定、決め打ち、9番さんを釣ってください。9番さんを釣れば4番さんが色が見える、わかります？高度すぎんか、6それで勝ち確ですよ。9黒が出ました。じゃあそしたら相方がほぼほぼ決まりますっていう場面なんでね、勝ち確です。9番さんを釣る、
4番さんが色を見る、8番さんが守る、終わりです。相方が1番さんではないと思ってますんで、現状は3番さんかなと思ってますね。6番さんが噛まれてる現状、7番さんを占ったら7番さんしろ。7番さんっていうのは 3CO 盤面のところで、グレーに行こうとしていたところがめちゃめちゃ怪しかったから占いました。7白でしたっていう感じ。簡単ですね。今日は9番さんにいてくださいね。9番さんの色を見る、3の7を強制に見る視点が1番さんが守るだけどな。でも黒が出る、狼見せです。多分1か3個くらいの価値格です。急に言ってください。6番、いや、わかんねーな。プレイヤーが発言します。はい、まあ僕は騎士って出たんですけど、騎士じゃないですね。で、まあ、8番が俺を守ってくれたらしいんで、まあ俺を殺しに来たんかなと思います。で、まあ、盤面的に言っていくと、9が、どこだっけ ?9 が、7黒って言ってて、まあ、まあ9が真の占い師だったら、まあそうな、7を釣りに行くんですけど、ちょっと、まあ5が、5が、真の場合は、7白なんで、まあその時は913、でも、自分は2は強心だと見てますね。で、まあ、5の人が7を、その、かばってるんかなとも思いました。なんで、まあ、僕、7位。7番のプレイヤーが発言します。両方から白黒出てしまった自分が言っても、まあ、正直、村の皆さんからしたら、微妙な位置かなって、今は結構皆さんから強人とも言われてるんで、まあでも僕からしたら当然とりあえず5番さんに賛成して9番さん行きますよね。自分黒出しされてるんで。ってなると、まあ自分は9番さんに行くしか言うことがないですけど、まあそうっすね。いや、まあ8番さん6番さんに関してはこれでほぼ隠しろ確定。いや7単体で黒と思わないんだよな。そうっすね。微妙なとこっすけど、最終日に回すしかないのかな。まあ、とりあえず自分は黒出しされてるんで、まあ、5番さんも行くって言ってますし、9番さんに行かせていただきたいと思います。すいません。わかります。はい。8番。9号だったら9の方が親身あるけど、7がそんなに。はい、お願いします。一気にね、なんだろうな、元気がなくなりましたね、私。これ、なんだろうな、本当に6、これ、あんまなんかな、神の選択とかじゃないこれ。大丈夫これ、うん。俺のね、3のね、視点でも、2が村なんじゃないかって視点は、俺もなんか思ってるんだよね。うん。俺もリア強カバーしていった方がいいと思ってる、俺。うん。俺ね、まだ3人が生き残ってると思うよ、俺。うん。2番が占いっていうのは明確にないと思ってるけど、2番はこれ人外じゃないんじゃないかなって思うんだよね、俺。もう人生さ、うん、3人が生き残ってると思ってるんだよ。8人村として考えた方がいいよ。うん。7黒でしょ、9に関して。だって7ってパンダなんでしょ、これ。いやー、これね、結構きつい場面だけどね。いや、どうする、これ。ちょっと俺、騎士だからさ、ちょっとなんだろうな。指定していい？今日の釣り位置。お、強気だね。俺1行きたいんだけど。なんか1怪しいんだよね、一瞬。やば。これ偽か？うん。7より1の方が断然俺狂うと思っているんだけど。7より、じゃあ。俺1は村人じゃないと思うな。2の方がなんか村人っぽいんだけど。ピアケロなんだけどね、そういう場合であれば、俺1行きたいんだけど、俺1行かないやつ人外だと思ってますね。はい、今日1行きます。はい。やば。9番のプレイヤーが発言します。8番は絶対ダメ、1番行っちゃダメ。1番行くくらいだったら2を強陣追って俺釣ってくれても構わないっていうぐらい、1番釣っちゃダメ。5、7、ロー、ロー、6強陣かなって思ってる。2っていうのはアーマー最後に合わせてでしょ。だから、狼目線っていうのは6番が新騎士だと思って噛んだの。でも、6番っていうのは、まあ、可能性としては6番アーマーの可能性もあるよ。2っていうのはアーマーに合わせてたでしょ。で、8番が、スライドして、騎士すらして6番守ったってことで、6番っていうのは強靭の可能性は全然あり得るんだよ。
だから、俺視点っていうのはね、そう、8番さん騎士でしょ？うん。だから、6番新、アーマーの可能性もあるし、強靭の可能性もあるんだよ。だから、6番が仮に強靭だったら、5-7ローローだったら、ね、明日、俺釣った時点でも負けだし、1番さん釣っても負けなの。だから、村視点っていう、俺視点っていうのはもう7釣るしかないんだけど、仮に俺視点は、1番さん釣るぐらいだったら2の強靭追って俺を釣ってくれって言いたいぐらいだね。だから8番さんの1釣りだけは絶対飲めない。それは、ね、よくわかんない。2で強靭の可能性を追って俺釣って色見て、白結果落ちて5を破綻だねっていう形ね。ただ2の強靭を追えないんだったら絶対7言ってくれ。ね。7釣ってください。7釣れば絶対わかるから。7っていうのは昨日ね、2番さんが騎士使用して他に対抗いますか、スースースーって318って、スーって出しにもかかわらず、7っていうのは発言一切出してなかったの。ね。さらに言っちゃえば、グレーから釣りたいとか意味わからない考察も出してるから、ね。よくわかんない。だから占った。結果黒だったって。ね。正直、可能性としてはね、5が強靭で、7の相方他にいる可能性もゼロだったね。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。わ、7投票か。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。まあそうっすよね、自分になるのはしょうがないかなって。まあ特に呼ぶことはないっすね。まあ4番さんが生きてれば全部言ってくれると思うので、まあとりあえず皆さん頑張ってくださいということで、さようなら。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これもう人外票だろうな、571。あっちも人外。夜が明けました。昨夜は誰も知りませんでした。終わった。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。もう名は増えましたね。じゃあ占いが釣りでいいんじゃないですかね。7黒か。同僚やこ釣りでかな。ちなみに3番さんの言ってた7強靭っていうのはなくて、強靭目線新老老だったら、狼釣らなきゃいけないですからね。で、クロストップさせて勝たなきゃいけないから、グレイズリーはどうせ通らないし、強靭っていうのはおかしいなと思って、3級かなと思いましたね。はい。かな。ちなみに、キバさん行かなかった理由ちょっと教えてほしいな、皆さん。シンだと思ったのかな？ 7 黒だと思ったのかな？ 9 シンだと思ったのかな？どっちなんですかね。すいませんけど教えてください。3番のプレイヤーが発言します。自分が9神だと思っている理由は1級のラインが切れているので、で自分8が6超えっていうのを箱漏れって発言して、で86が村隠している状況で1級のラインが切れている状況だったら7投票が僕視点安定なので7投票しました。まあ3視点はそうってとこかな。で納得できるかな。1番さん新道路どうなんだろうね。占い3使用新道路廃強陣いた状態で早1本詰め新道路占いローはかかりきらないから、まあでもいやないか、普通に黒付き占いで黒を釣って7神だったら新道路だったら、そっか5が2白だから5新道路入れてるから5次に持っていく動きの方が最善ですね。確かに廃処刑1本詰めて、で、その後、決め打ちを起こさせる。どうなんだろう、ごめん。もう一回、試合終わったら自分で考えます。あ、以下の理由で、さっき言った理由で7番に投票しました。以上です。4番のプレイヤーが発言します。あ、はい。そうです。7が黒ということで。まあ、ということは、まあ、9番さんも普通に死んで、
語学路ですね。7-5-6-6-2強靭じゃないかな。でも2が強靭じゃなければもう、まあ強靭はまあ今のところ泳がせて、まあ5黒で5釣っちゃえばもう村人陣営勝利なんで、はい。じゃあ今日は5を釣りでお願いします。5番のプレイヤーが発言します。まず2番さんがあからさまに強靭ムーブしすぎて釣られてるのが痛い。7番さんが2周目の発言でグレーから行こうって言ったのがめちゃめちゃ痛かったなと思ってますね。占い信用勝負だったら絶対僕の方が勝ってると思いますよ。9番さんの7占いの理由が、騎士対抗出ませんかっていうのをスッて打たなかったから怪しかったっていうのは、あの占い要素でもないし怪し黒要素でも何でもないからね。で3番さんに言っとくと、まだワンチャン8-9ローローの世界戦も3番さん目線はあるかなと思ってますね。僕はその9番さんつって9番さんにあれが出たらいろいろ考えて、2リア強の4番さんあるなとかいろいろ考えたんですけど、まあ厳しかったですね。占い信用勝負だったら絶対的に僕の方が芯取れてるなって思いましたけどね。気持ちよくなってまたやるんだろうな2-6は。9番さんの7の要素、占い要素の取り方はおかしいと思うし、多分1番さんもそれを思ってるんじゃないかなって思ってますね。やっぱ8番さん騎士ですよね。8番さんの発言自体がもう騎士だなと思ってましたね。そうだね。まあ残念でしたね。ドンマイでした。6番。4巻出たら勝ち筋あったな。とも5番の人が投了って言ってるんで、それでいいんじゃないかなと思います。まあそうですね。7が黒なんで、7、5が黒で、8借りたったよな。途中から強靭あったんかなって思いますね。でも、ちょっと2番の動き方がちょっとよくわかりません。まあ、5ですね。8番のプレイヤーが発言します。まあ、5はするんだけど、俺さ、謝んなきゃいけなくてさ、俺1番にさ、拷問入っちゃったんだよね。2番が逆にリア強すぎて村人だって精査しちゃったんだよね。本当申し訳ないなって思っちゃってますね。はい。だから俺一投票しちゃったよ。いや、本当申し訳ないですね。はい。嘘やん。じゃあ嘘でしょ。はい。じゃあ今日5話するけど、2強だと思ってますね。はい。いや。やっぱ1強なんですね。面白い番組でしたね。結構1強は透けてましたよ。はい。まあ2番のね、ちょっと謎行為っていうのもあったけどもね。はい。ちょっと、はい。そこのボールは申し訳ないなと思ってました。5に投票します。9番のプレイヤーが発言します。まあ5でいいんだけど、占い新勝負ね。俺自身もそんな負けてないと思ってんだけどね。結局7っていうのは、5っていうの、5が、5番さんが7番さんを占った理由ってグレーセーサーでしょって、俺もその発言残してるからね。それにプラスアルファスースースーって形。まあいいや。残念でした、狼さんって。どっちかというと9の残念シーンを追ってたんじゃないかな。1番さん強靭だったら俺入れてるっていうことは、どうだったの ?1 番さん。俺シーンに見えたの狼のない子、俺を真に見たってことかな。狼入りの行動出してるってことは。まあ、5番さん釣ります。5番さん釣り。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いには、どんな根拠があるのか。盤面的に求心。それはなくない。別に。盤面はどういう盤面にもあったと思うけど。投票が終了しました。もう9の残念シーンって感じだったと思うけど、追放されるプレイヤーは5番終了。村人陣営の勝利。ありがとうございます。1番さん申し訳ない。完全に2番さんが中心だと思ってました。いや、完全に僕の先般っすよ、これ。2番はどうなった？何なの？2番なんなん？何がしたいですか？で、占い師をやった2番。
いや、2番完全に強で追ってたのに。もう強陣に見られてもおかしくない。初手から1番さんにヘイト持ってっとったから。あ、一つ聞いていいですか。なんかもう、8番狼の実家あるって言ったの誰でしたっけ。そう、2番を破綻してるよね、発言で。あ、5番さんでしたっけ。5番さん、8ローってあります？可能性としてはありますけど、8が狼で本当にそれがどうせってありますかね。全然あるんじゃないですか。偽装グチョブして、全然あると思いますよ。8、9、ロー、ロー。6騎士のって、それ、辻褄ってか、あります？あ、そこ、一応6黒もあるのか。いや、でも6黒、あ、そこ、6黒、そこ、6黒8神があるのか。あー、ごめんなさい。結構し、漏れてましたね。でも、なんか、そこの6と8に狼がいるっていうことに対しての正当性があんまり感じられなかったので、でしたね。ごめんなさい。もう一回考え直します。ありがとうございました。可能性ゼロじゃないって感じ。お疲れ様でした。おはようございます。よろしくお願いします。一旦解散します。